News media await the arrival of Discovery's crew, and here they are. And get back, get back. Of the closeout crew. And at this time, we also still have our ice team out there to watch out. And there's Naoko Yamazaki. Five, in addition to expand scientific research on the International Space Station. Pre-programmed series of maneuvers as a final test before launch. And the gaseous oxygen vent hood, or beanie cap, is being retracted away from the top of the 20 seconds. T-minus 15 seconds and the sound suppression water system has been activated. Okay. We have a go for main start. Three engines up and ready. 3, 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Discovery. Blazing a trail to scientific discoveries aboard space station. ISS 国際宇宙ステーションに輸送する物資を搭載した多目的補給モジュールレオナルドを乗せたスペースシャトルディスカバリー号、日本時間4月5日午後7時21分ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、およそ2週間にわたるミッションを開始しました。飛行2日目、スペースシャトルのロボットアームと偵察機検査用延長ブームを使用し、機体の熱防護システムを点検。山崎宇宙飛行士はノーズキャップと呼ばれる先端部分と左翼部の点検を担当しました。飛行3日目、 ISS に接近したディスカバリー号は機体を縦方向に回転させる R バーピッチマヌーバーを実施。機体に異常がないかを検証するため、 ISS クルーは数百枚に及ぶ画像を撮影しました。日本時間4月7日午後4時44分、 ISS にドッキング。午後6時11分、ハッチが開かれ、山崎宇宙飛行士らシャトルクルーが ISS に入室しました。山崎宇宙飛行士は、ISS 長期滞在クルーとして滞在中の野口宇宙飛行士と対面。ISS に日本人が2人滞在するのは、今回が初めてのこととなります。飛行4日目、山崎宇宙飛行士はステファニー・ウィルソン宇宙飛行士とともに ISS のロボットアームを操作。ディスカバリー号のペイロードベイから多目的補給モジュールレオナルドを慎重に取り出しました。日本時間4月8日午後1時24分、レオナルドが第二結合部のハーモニーに無事取り付けられました。
レオナルドの軌道が確認された後、日本時間4月8日午後8時58分にハッチが開放されました。飛行5日目、第1回船外活動を実施。第2回船外活動で交換するアンモニアタンクの準備作業などを行いました。このアンモニアタンクは ISS 船外の熱を制御するために設置されているもので、定期的に交換する必要があります。また希望日本実験棟船外実験プラットフォームの宇宙環境計測ミッション装置セダ AP から実験装置 MPAC シードが回収されました。この間、山崎宇宙飛行士は野口宇宙飛行士らクルーと協力し、レオナルドに搭載された物資を ISS に輸送。また冷蔵冷凍庫メルフィーを希望日本実験棟船内実験室に移設、設置しました。移送作業は6日目以降も引き続き実施。スケジュール通りに物資の移送を完了させることが、物資移送責任者、ロードマスターである山崎宇宙飛行士の腕の見せ所となります。飛行7日目、第2回船外活動を実施。ISS 船外の熱を制御するために設置されているアンモニアタンクの交換などが行われました。飛行8日目、首相官邸と ISS を結び、JAXA の広報イベントが実施されました。毛利さん、そして皆さん、こんにちは、山崎です。国際宇宙ステーションで野口飛行士と一緒に仕事をしております。山崎さん、お疲れ様です。宇宙担当大臣の前原です。初めての宇宙はいかがですか？宇宙に来て8日目になりますけれども、宇宙の無重力にも適応して、3次元の上も下も横もないその感覚に適応して、そして国際宇宙ステーションの、最後の方の建設、そしていろいろな実験装置の運搬という仕事を野口飛行士をはじめ他のクルーとみんなで一緒に頑張っています。残りのミッションも頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。STS-1319A ミッションは4月18日に地上に帰還する予定でしたが、 ISS とドッキング中にスペースシャトルディスカバリー号の熱防護システムの点検を行うため、ミッション期間が1日延長されることが決定しました。飛行9日目、今回のミッション中3回目となる船外活動を実施。第2回船外活動で取り付けられた新しいアンモニアタンクに流体配管を接続。その後、第2回船外活動で取り外された古いアンモニアタンクを ISS のロボットアームによりスペースシャトルのペイロードベイまで移動させて回収しました。飛行10日目、山崎宇宙飛行士らクルーはレオナルドからの物資の輸送作業および地上へ回収する物資をレオナルドに輸送する作業を行いました。また STS-1319A のクルーと ISS 第23次長期滞在クルーによる軌道上共同記者会見が行われました。
希望に実際に足を踏み入れることができて本当に嬉しく思っています。この宇宙から見た地球は想像以上に本当に素晴らしく美しかったです。それと同時に本当に人間の力というのはすごいなと、この宇宙ステーションを作り、スペースシャトル、あの宇宙船を作り、でこうやって宇宙で生活できる人間の力、これを、ね、作り上げるのには何千人何万人の人の本当チームワークなので、本当すごいことだなと思いました。飛行11日目、レオナルドをディスカバリー号のペイロードベイに回収するための準備作業が行われました。山崎宇宙飛行士はレオナルドの物資の搭載状況を最終確認。日本時間4月15日午後4時38分にレオナルド側のハッチが閉じられました。その後、山崎宇宙飛行士とウィルソン宇宙飛行士が ISS のロボットアームを操作してレオナルドを弾、ハーモニーからレオナルドを取り外し、ディスカバリー号のペイロードベイの上部までレオナルドを移動させました。飛行12日目、日本時間4月16日午後4時15分、レオナルドをディスカバリー号のペイロードベイに収納。その後、スペースシャトルのロボットアームと潜水付き検査用延長ブームを使用したディスカバリー号の機体の後期点検が行われました。後期点検は通常離脱後軌道上で行いますが、ディスカバリー号の KU バンドアンテナの通信が機能していないため、 ISS にドッキングした状態で行われました。飛行13日目、野口聡一宇宙飛行士ら ISS クルーと別れの挨拶を交わし、 ISS から退出した山崎宇宙飛行士ら STS-131 のクルー。日本時間4月17日午後7時30分、ディスカバリー号と ISS 間のハッチが閉じられました。日本時間4月17日午後9時52分に ISS から分離。 ISS の周りを一周するフライアラウンドを行い、スペースシャトルディスカバリー号は ISS を離れ地上を目指しました。飛行16日目、日本時間4月20日、メインギアタッチダウン。山崎宇宙飛行士ら STS-131 のクルーは NASA ケネディ宇宙センターに帰還。16日間にわたるミッションを終了しました。してくださって本当にどうもありがとうございました。こうして無事にミッションを達成して戻ってくることができて本当に嬉しく思います。本当に美しい地球にこうしてまた地球の自然を感じることができてとても嬉しく思います。本当にお世話になった皆様に感謝を申し上げたいと思います。 Thank you very much.